ちょっと大津投手が僕は別に敵対してるわけじゃ本当ないです。彼女が本当に30歳の女性としてね、国政政党の党首になって、今回本当彼女がこう NHK 党のなんかパワハラとかこうなんだろうな人格否定とかをなんかやってるんだって全然いいことだと思うんですよ。僕に対しての怒りを持ってる人、憎しみを持ってる人いっぱいいると思ってます。でそれを大津投手が、糾弾してくれるんだったらもう全然 OK です。どうせやってください。そういう形でやっていかないと変わらないです。女の子が30歳の女の子が僕に、ね、盾ついてくること、素晴らしいじゃないですか。僕はそれは全然後悔も反省もしてないです。大津投手の周りにいる人たちが大津投手を盛り上げて、若い女の子がどんどん政治の世界に出てきてほしい。だから敵対するというよりも、まあ、僕は守るものは守らなきゃいけない、ただ一緒にやれるところはやっていこうと思ってますから、今後これどうなるか分かりませんが、まあ、今日の、まあ、大津投手が代表権を斉藤健一郎君に渡さないとか立花に戻さないということを明確にされていますので、まあ、そういう意味ではしっかりと対抗策を取るということで、とにかく話戻しますが、旧 NHK 党現政治家女子48党、まあ、貸してる相手は NHK と裁判している弁護士72条でかな、 NHK と裁判している弁護士を裁判していると弁護士を72条違反でみたいな時に8億円ぐらい借りてるんで、それは一緒です。そこの名前は別に登記が名前が変わってるだけなので、いわゆる主にお借りしているのは2021年の11月12月にお借りしてます。そこで8億円ぐらいで、その前の2019年とかにお借りしてますので、とにかく債権者の皆さんがですね、一つになって自分たちの借金を確保していくと、返済を確保していくことを今一番の課題に考えていますので、まあそれをやりたいということで、この動画緊急に上げさせていただきました。以上です。 NHK をぶっ壊